はい、ただいま2024年の2月の6日の火曜日の夜ですね、こちらをちょっと今、制作しておりますということで、充電器とりあえず並べて、で、一応後ろ側にコードを束ねて、で板の下でコードを、まとめてですね、で、最終的には、一つの、なんていうか電源で、稼働できるようにということで、今電源の加工中ですね。一応電源コードを買ってきてますんで、こちらをですね、加工して作ろうかなと思っていまして、はい、こんな感じでですね、電源を今加工していますよというところです。これはもう一応電気工事なんでですね、資格を持ってないとダメなんで、一応資格を持っているものとしてはですね、このぐらいのことはできると、そんな感じでやっております。はい、ということで、これで、電気コードをですね一箇所にして束ねて、で一箇所で使うという感じですね。とりあえず、完成までやっていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じでですね、一応並べて、で充電を、一発電源というか、このピロッと出てる線をですね、電源コードにぶさせば、一発で全部充電できるようにという、そういう機構を作りましたと。後ろ側を適当に束ねてたりしてですね、かなり雑なんですけど、とりあえずはこれで一回完成させて、で、いつでも充電がですね、すぐできるようにということで構築しましたというところです。はい。今日はちょっともう酒を飲みながら、ちょっと平日の夜なんで、もうこのぐらいにしてですね、で、また次の作業を別の日にやっていきたいと思います。はい、ということで2月7日です。夕方です。今日ちょっと買い物をしてきましたんで、若干ご紹介。このランタン式の電池のライトはちょっとかっこよかったんで買いました。2000円でした。で、その他今日の買い物がですね、いろいろ買ったんですけど、ボードとかも買ったんですが、トータル1万2000円ぐらい使って、なんかいろいろ買いましたというやつです。はい。この丸ノコ買ってから、今日まで、どうでしょうかね、板を買ったり小物を買ったりして、多分トータル小物とかだけで多分3万円ぐらい使ってるような気がしますね。はい、ということでした。あとはインパクトのスタンド的なやつとかを作ったりするのとか、片付けですね。この辺りがかなり散らかってるんで、その辺りをきれいにして、作業がスムーズにできるようにしたいなと思っています。充電器もこうやって作りましたしね。はい、ということで、また作業をぼちぼちやっていきたいかなと思います。はい、ただいま2月8日の夕方ですね。ちょっとご紹介程度なんですけども、今ですね、この OSB 合板ですかね、この見た目が美しいこの板をですね、ホームセンターで縦に3分割してもらって、一応30センチずつの板として持って帰りましたということで、で、ちょっと切る予定ではないんですけど、ちょっとご紹介がてらですね、載せております。こんな感じでこの作ったテーブルの上にですね、割と長い、2メーター弱ぐらいですね、このぐらいの30センチ幅のボードを載せてカットできるというところで、で今ですね、この下のところにちょっと引いてるのがあるんですけど、こちらですね、40の排水パイプにエルボーをつけて、でちょうどこのサイズなんですよ、これが。はい、でこの下に2個引いてまして、向こう側にも1個引いてますから、材料費にして2000円弱なんですけど、これを使うことによって自由自在に、置けると。でこの配管って結構便利でですね、これカットしたりとか、かなり使い勝手がいいので、例えばこれ今90度のエルボーをつけてますけど、これを45度のエルボーにして、もうちょっとこうサイズを変えてみたりとか、結構汎用性が高いので非常に便利かなと思ってます。これは使えるなと思ったんで、こんな感じでやっております。あとはですね、とりあえず、インパクトを、飾る棚みたいな感じにする加工をですね、やっていこうかと思っていまして、今日はちょっと余裕があったらやるぐらいなんですが、土日、月曜日も一応休みです。で、ちょっと今日というか今週は金曜日の夜がもう用事があって、土曜日も多分用事があるんで、なかなか作業がしにくいですけど、
まあ、そういうのをやっていこうかなと思っているところです。はい、ただいま2月12日、月曜日ですね。はい、今からですね、ちょっとインパクトのホルダーという形で壁にこう設置できるようなタイプの、ホルダーをですね作っていきたいかなと思います。まあこの3つの種類のインパクトがあります。であと他にもエアダスターとかも、あとレシプロソーですね、ノコギリ、電動ノコギリとかもあるんで、そのあたりを一気に、壁にかけれるような形でですねホルダーを作っていきたいかなと思っております。それをちょっと今から作業していきたいと思います。はい、インパクトのですね、支えのための木を斜めに切っていこうかなと思って、今10度に、これを設定して、おります。でもう一つですね、ちょっとお知らせ的なやつなんですが、以前ほうきのやつを買いましたけど、また買いまして、これは1000円ちょっとぐらいだったと思うんですけど、まあ手ぼうきですね、こういう感じの、手でシャシャッとできるやつを買いましたと。どうしてもですね、物を木をまっすぐ並べるときにこういうカスがあるとちょっと邪魔なんで、まあここはもう手でシュッシュッとやればいいかなと。であと綺麗に掃除するとき用にクリーナーですね、あれを使って掃除するという感じです。これはもう手ぼうきとしてはこれで十分かなというところですね。まあなんかまあちょっと高いかなとは思うんですけども、やっぱりしっかり作りがしっかりしてるんで、いいなと。見た目もいいしですね、確かに同じようなやつはホームセンターで売ってるんですけど、ちょっと安いんですけど、まあこっちの方がですね伝統的なお店が作ってるということなんで、まあ安心できるかなと思いましたというやつでしたね。はい、ということで今からちょっとインパクトのホルダーを作っていきたいと思います。はい、今ちょっと丸ノコ使っててですね、で左手にこう小さな破片を持ってやってたらガンとなってですね、ちょっとキックバックを起こして非常に怖かったんですけど、まあ、一応こんなものを作ろうかなと思っています。で、OSB ボードを、まあ、カットしたやつを3枚。で、今その持ってたその木片ですよね。このぐらいのちっちゃいやつをスライド丸の方にこう当てて切ったんですけど、バキッとなってですね、非常に危なかったんで、十分注意が必要かなと思いました。はい。まあ、こんな感じでですね、1枚、板をかまして、で、裏からビスを打って、止めて、で、最終的には、まあ、ここにつけようかなと思っているところですね。はい。まあ、ちょっと作業しているところを見てもしょうがないんで、とりあえず作ってしまいたいと思います。はい、ということでインパクトホルダーを作りましたということです。もうすでにここに取り付けてるんでですね、なかなか様になってるんじゃないかなと思いますが、まあ、こんな感じでですね、こう簡単に取り外しもできるし、使い勝手はかなりいいかなと思います。こういう感じで、で、まあそれなりに頑丈な構造にはなってるんでですね、まあある程度強度は十分かなと思っていて、まあ見た感じもすごいシュッとしてるんでですね、非常にいいかなと。あとはこの上に、まあ、棚を作ったりとか、まあ、その中にもですね、まあ、棚を作ったりとかいろいろやろうかなと思っているところですね。はい、まあ思った通りの仕上がりになっているんで満足しておりますよというところですね。はい、それではまだまだやることいっぱいありますので、そんなのやっていこうかなと思っております。はい、このような感じでですね、また新しく、壁にかけるやつを作りましたということで、もう制作過程はもう省いてしまいましたけどね、まあ、一応こういうことですと。まあ、こんな感じでですね、レシプロソーとあと小さいインパクトですね、 7.2V のインパクトを下に置いてます。ペン型のやつですね。まあ、やっぱりインパクトがですね、まあ今 1,2,3,4 個映してますけど、一番右のやつはですね、充電器がもう完全に死んでるんで、実質使えないんですよね。であとエアダスターの下にパックがついてないんですけど、結局 40V の充電池パック2個しかないんでですね、使用機器が4つあるのに対して2個しかないから、まあちょっとなんとかしたいなというところで、まあもうちょっとインパクトはやっぱ4つぐらいは欲しいかなと思ってますんで、ちょっと充電パックをなんとかした方がいいかなというところですね。やっぱり不便なんですよね。まああと、まあ、こちらのレシプロソーとかもですね、今までその専用のバッグの中にずっと入りっぱなしでですね、で充電器もあんまり
ちゃんと活用もしてないもんだから全然使わなくてですね、こう宝の持ち腐れ的なことになっていました。そもそも使う機会があんまないのにですね、さらに道具箱にしまいっぱなしだったんで、まあそんな扱いでしたよというところでした。はい、というところです。こんな形で、まあ、一応、こちら作りまして、今度はこの箱の中自体ですね、この中に、まあ、テーブルを、まあ、作って入れようかなと思ってます。でテーブルを作って入れて、でいつでも作業台として使えるような形に運用しようかなと思っていますので、まあ、今からそれをやろうかなと思っております。はい、今からですね、こちらの材料を使って、テーブルを1個作ろうかなと思います。一応キャスター付きのテーブルをですね作って、行く予定なんですが、まあ、今こちらにあるテーブルですね、これと同じ高さのテーブルを1個作りますという感じですね。でこの赤っぽいですね、この網の入れ物の中に基本的には置いておいて、で必要になったら出して作業台として使うみたいな、そんな使い方をしようかなと思っています。まあ、ここのスペース自体を広く使いたいので、普段はまあしまっておいてもいいかなと思うんですが、まあ別に出してても多分その邪魔にはならないと思うんですけどね。ただ広いスペースを常に確保できるような使い方をしたいかなと思っているので、まあ一応木を組んでですね、板を乗せて、まあ、テーブルを作るということをやろうかなと思っております。作業は、まあ、風景は大したあれじゃないんでですね、基本的に、まあ、丸ノコを使ってある程度材料カットしています。で大きさとかも調整しましたんで、あとは、まあ、材料を用意しながらこう組み立てていくような感じですね。まあ、やっていきたいと思います。はい、このような感じで、テーブルを、まあ、今まだ作り途中なんですけど、まあ、なんか最初思ってたのと若干形はですね変わってはいるんですが、まあ、大体こんな感じですよというところで作っております。あとは仕上げを、まあ、どういう風にしようかっていうのはですね、まあ、ちょこちょこ考える余地はあるんですが、まあ、とりあえず仕上げまでもう少し、ちょっと構想を考えつつですね、していきたいかなと思います。基本的にはこっちのテーブルと同じ高さなんでですね、まあ、ある意味こう、つなげて作業したりとか、こっちに物を置いて、こっちで作業したりとか、まあ、そういう感じですね。で、ちょっとこの赤い入れ物の中をですね、片付けて、で、大体日頃はこれはしまっておくという感じでいいかなというところですね。で、必要な時にですね、この上にいろんな邪魔なものをパンポンどかしてですね、すぐ使えるような形で収納しようかなと思っていますという感じですね。まあ、あんまり時間かけずに1時間ちょっとぐらいで、カットできたかなというところですね。